ケイ、さっきからうなってるけど、どうしたの？もしかして、曲作り行き詰まってる？あ、ごめん、声入っちゃってたんだ。大丈夫じゃないけど、ただの筋肉痛だから気にしないで。やっぱり、Kもなったんだ。実は私も今結構来てる。そっか、Kとエナなんでウォーキングしたんだっけ。筋肉痛になってるってことはちゃんとできたんだね。ちゃんとってなんか含みがあるのが気になるけど。確かに普段なら絶対しないってくらいしっかり運動してきたよね。うん、ローラースケートとか最初は慣れなくて大変だったけど。ローラースケート？ウォーキングじゃなかったっけ？あ、実はね。へえ、みのりちゃんと一緒にスポジョイパーク行ったんだ。それにもう一人って、前にケイが最後の一枚だった CD を譲って雪経由で友達になったっていう子だったんだね。うん、またいろいろ話せてよかったな。そっか、よかったね、ケイ。運動も楽しめたみたいだし、その感じならこれからも続けられそうだね。あ、うん。あれ、あんま乗り気じゃない感じ？今回限りじゃないよね。体力つけるならもうちょっと続けないとダメじゃない？それはわかってるけど、筋肉痛がこんなにひどいと作業にも集中しづらくなるし。まあそれはね。だから運動は時々続けておいて、普段はもうちょっと楽に運動できるようにいろいろ調べたんだ。調べたって何を？これだよ。URL？ お、ひょっとして筋トレ系の動画とか？ああ、そっちか。これすごいみたいだよ。ほら、1日10分、台に乗ってバランスをとってるだけで、いい運動になるんだって。ケイ、ひょっとしてもう買っちゃった？え？うん、まだだけど。よかったー。こういうの使うのもありだけど、口コミとかちゃんと調べた方がいいよ。そうそう、ちゃんと効果があるやつと、ちょっと真似して作っただけの安物とかもあるし。そうみたいだね。このホームページにも載ってたよ。類似品にご注意くださいって。あ、ほんと？じゃあここのは大丈夫そう。あー、ダメダメ。少なくともここのはやめた方がいいよ。え？下の方にスクロールしていくと、1ヶ月で10キロ痩せましたって人の写真があるでしょ？その写真に写ってる人、動画サイトにヨガ系の動画アップしてる人なの。多分勝手にお腹から下の画像を使ってるんだと思う。そうなの？っていうかエナナ、よくその人のこと知ってたね。運動続けるならあんまり大変じゃなさそうなのがいいなって思って、私も調べてたから。へえ、それで。とにかく、ケイ、このサイトで売ってるものも、ここの会社の他の商品も絶対怪しいから、やめておいた方がいいよ。
そっか。ありがとう、エナナ。はぁ、また探し直しかな。それでもいいけど、やっぱり僕は外に運動しに出かけるのがいいんじゃないかって思うよ。カーテン閉め切った暗い部屋でやるより、太陽を浴びながらやった方が体にも心にも良さそうだし。一人じゃやる気出ないなら、今度は僕も一緒にやるからさ。確かに、一人でやるよりは誰かと一緒の方が楽しいかもね。は。そうだね。じゃあ次にやるときは一緒にやろうか。できればユキも誘って。イエーイ、そう来なくっちゃ。っていうか、ユキ遅くない？まだ25時じゃないけど、そろそろログインしてきてもいいのに。あ、ごめん、伝えるの忘れてた。お昼くらいに DM もらったんだけど、今日来れないみたい。ほう、そうなんだ。もう全員揃ってるし、早いけど始めちゃおうか。オッケー。